はい、どんな感じで、はい、大丈夫です。で、公約をやるっていうよりは、東京都の場合、予算が、うん、もう固定で出てる予算と、まあ、ランダムというか自由に使う予算っていうのが、まあ、ある程度割合が決まってて、何かっていうと、その都立の学校とか病院からいっぱいあるじゃないですか。そこの職員とか維持費とかが割とこうかさむから、それが大きなボリュームのその予算なんですね。でそれ以外のところも、その中で何をどうしていきたいかっていうのを言うんですけど、東京都の場合は財政が厳しいっていうことは現時点ではそんなないんです。つまりいい政策を、まあ、思いついて、でもいい政策ってああしてほしいこうしてほしい、今メリカさんもそうでしたけど、そういう人たちとつながりがあって、ね、まともに聞いてればこれをやった方がいいな、環境だったらこうだなっていうのが出てくるんですよ。だからそれをやります。で、私の公約の周りは、神宮外苑の森ですよね。そうそうそう。なんでそれは復元集。それはなんでかというと、今意見が食い違ってるから、切らないでって言ってるのに、切るって言ってるから、いやいや、こうやめてよって。で、今止めてますって言って止めてないっていうのが今。もう始まってるんですか？何パーセントくらい引き立てるんですか？裏でちょっとちょこって切って囲って見えないようにして、つまり木のその木漏れ日とかを享受できないような形にして、でもう諦めさせようとしていて、こっそり切っちゃってる気にはなくて、切る準備をしていて、それはこの選挙の最中とか選挙の前にやると、小池提供が減るから、それはやめてねって言って止めてもらってる。ただ計画自体を止めてるわけじゃない。選挙を外してって言って。選挙期間は止めてくれっていう。だから止めたわけじゃない。計画として止めたわけじゃない。今選挙だからとりあえず止めてる。選挙期間に切るのはやめてっていうの。で、選挙が終わって、区議会が決まったら話が始まるみたいな感じで、ね、決め切られちゃったりするから、増談であげます。そうなんですか、参加たちとかっていうふうに。あ、違うんですか。一回発です。高いビルを建てたい。平田っていうのも、普通そうだよね。あの木の方がいいですけど。そうそう、本当に。それもだから高い木だと曇りづらいそうですね。これを芝生とかちっちゃいこういう薬、その街路樹みたいなああいうのは、そうそういうのがあっても、あっても、こっちだけじゃ嫌で、やっぱ大きな木がせっかく育って森に。100年もそこに育ってる木とかがあるんだから、わざわざそれを切ることはないよね。それ切らないと高いビル建てられないから、だからビルをね、だから玉はもうやめて、ビルはいらない。もう今の高いビルもいっぱいあるから、東京は特にそれ以上増やしてどうするのっていう、やったり実験でなんかそういうテストだったりとか、そうやってできちゃったからみたいな形なんですかね。やったというと、民間の事業プラス国の施設も混ざって、国の施設も混ざっていて、そこに民間の事業として高いビルを民間が建てる。だから東京都は口出しする立場にありませんって言うんだけど、でも許可を下ろしたりするのは東京都だから、許可を下ろさなきゃいけないでしょって。それに許可を取ったっていうのも
規制の義務があるんですよ。正しく、つまり計画は決まってないのに、とりあえず出して、どんどん変わって、でもっと言うと、どういう計画かを知らせずに許可取ってるから、どんどんこう、次の人に回して、責任までって感じなんです。違うか。管理隠して、管理隠して、あの文句を言われないようにもう固めて決めたところでようやく反抗ですって言って出して、いまだにそれをその誰がどうやったかっていうのを出さないと言われないように、誰もそれを皆さん追求してるですね。だからまさにみんな追求してるのに、知らんふり、無視、こういうに、もうなんかもう、すごく最近の人たちっていうのは、そんな感じがするんですけど、そうなっちゃうのは、こんなもんだって諦めたら、もっと広くないから、だから、ダメダメ、諦めちゃダメっていうのは、本当だから、そういうのを、ダメダメ、そんなダメ、やってください。中野区民ですか？そうです。ぜひ行ってよ、はい、ね、今見て住んでるんですけどね、数少ない東京の都心の、ね、大変ですよね。だからね、一時が万事なんですよ、ね、その嫌だって言えるでしょっていう、誰も聞いてない。嫌だし、合理的じゃないし、その現実嫌だって困るって言ってる都民がいるのに無視みたいなって言って、いやいや、その態度おかしいでしょって。だからどうしても切りたいんだったら、こういう理由があるから切らせてって理由も言えばいい、理由もはっきり言わないみたいな感じで、そうそうみたいな、その時は企業が説明するんだけど、企業はもう嘘800ですよ。いやいや、CO2 削減しますって、いやいや、計算おかしいからとか、木は移植します、いやいや、移植したら枯れるしとか、ギリギリまで建物があるのに、この木の根っこはどこに行くんですかとか、もうそのだったらイコモスっていう植物の専門の人は、国連のね、国連機関でその文化遺産を審査する機関の人がイコモス、あのユネスコとか環境団体、ユネスとかいろいろある、そうそう、国連の周りに外閣というか国連の機関としてしっかりなみたいな、その一つがイコモスということで、文化遺産を審査するところ、そこがほらほら小池さんダメですよって言って警告を出した、イエローカード3ヶ月くらいの3ヶ月か3ヶ月か最近のヘリテージアラートに追加でした。ヘリテージアラートが出たのはもう1年経ってないんじゃないですかね。あ、もうそんなに経ってない、1年経ってないよ、ヘリテージアラートでしょ。ヘリテージアラート出た後、東京都の環境影響審議会があったんだけど、おそらくするだったんですね、確かに無視するというのは無視、それでおいおい無視するんかいって言って、そしたらその真摯に答えるとか、じゃあ検討しますとかいうのかなと思ったら、そうじゃなくて、このヘリテージアラートは嘘だから削除してっていうのを外務省からイコモスに言わせたんです。それでイコモスが怒って、なんでそんなこと言うんだって言ったら、その外務省の人が、いや、僕じゃなくて東京都が出した文書ですって喋っちゃって、喋っちゃったってなって、それはだから真実を言わなきゃいけないわけです。さすがに国連は騙せる。
嘘ついちゃいけないから決まりとして、国会の方っていうか国の役所の方が正直なの。いやいや、どこも正直じゃなくて困るよ。だからね、国は立派だなと思って。そうそう、独裁的な政治やってる方たちはそういうふうに勝手なことをね、推し進めたって隠してやってる。で、最近はもう全部そんな感じがして、もう国民の手が全く届かない、声も届かない、勝手に行われて、閣議決定、閣議決定前だったんですけど、もうしまいだなって、みんななんか終末感を持ってると思ったけど、しまいとか、国民をバカにしちゃいけませんっていうのを、お返事しないと、お返事しないと、そう、それが選挙ですよ。唯一認められた合法な革命だから、うん、そうですよ。そう、これで暴力やるとね、うん、あの暴力かけてなくて、それは犯罪だから、まあ、ね、ね、国会とかでもね、あの、あの暴力じゃないのかもしれないけど、なんか電話の人とかなんか喋ってなんか暴れてたりしますよね。なんか見たような気がする。令和はそんな暴れないと思う。なんか喋ってるうちになんか、うん、なんかガンガンとしてなんか。それあれでしょ、翼の塔でしょ。翼の塔じゃなくて。いや、違う違う。あの人なんか。いや、何あの人で、ご自身なんか。え、あの、なかったの、はい、令和の人。何でしょ、電話は山本太郎。そうそう、山本太郎。僕はちょっと前になんか、あれじゃあ、あれじゃあ、あれじゃあ、って、まあ、飛んでって、なんかしてました。なんかしてたような、なんか見たような記憶があるんですよね。あ、そうなんだ。でも本当にね、思ったらそのぐらいになりますよね。多分ね。頑張ってください。そう。だってあのパーティーおとなしいからといって、みんながおとなしいからちゃんと行儀よくばっかりしてるからと思ってみんな無視すると思いますよね。そうなんですか、うん、最近特にあのエスカレートしまくってきたじゃないですか、あの独裁的な政治家たちのやり方が、うん、与党の政治家の緊急事態情報は本当にやばくて、何がやばいかっていうと、うん、選挙が停止される、うん、あの緊急事態情報自体は、うん、それについて考えるとかできるんですけど、その中の選挙が停止されるっていうのは、うん、これは逆です。その戦争に巻き込まれてたりする時っていうのは特に、うん、この政治家でいいのかっていうのを激しく問わないといけない。今ウクライナとイスラエルも同じ状態でも、あんな状態でも選挙をやっているんです。ちゃんと選挙をサボりたいっていうのは政治家の傲慢というかズルですよ。ズルです。そう、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 閣議決定でもうなんかほとんどそれに近いような、もう閣議決定自体を閣議した方がいいですね。もう勝手にやってるわけですから、議会無視だよ。無視してあのやってるんだから本当に完全独裁よ。そうだよね、独裁っていうか、まあ、今回はあの多分与党がね弱まってというか、もう散々いや、あの悪いことをして逃げるんだろうけれども、逃がさない、まあ、でみんな捕まえ、尻尾がねえ手繰り寄せて、そうね、でもね、逃げそうですね。逃げて退場するんだったら別にですよ。あれやめて他のことやるって言ったらいいんだけど、退場する前になんかもうだんだんお金も客が集めていなくなるかなって、高飛びするかな、意外と思う。私ちょっと最近そんな感じかなって思ってて、もう、うん、あ、
ったらしい。もう終わる前にそれは思わなかった。初めてちょっと逃げるかみたいな。すごいな、どういう国ですかみたいな感じ。やばいですよね。そう、私もそんな感じで考えて、ハイヒールとか脚足とか残ったりしてみたいな。いや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 、そう逃げた。頑張ります。次は君たちだよ。立候補するんだよ、大きくなったら。若い人が立候補しないとね、困るんですよ。でもね、立候補するんだよ、お金かかるのもあれやめてほしいと思うんですよね。そうそう、その通り。誰もが、ね、平等に立候補できるようにそうなれないと、全然平等でも何でもない。なんでお金本当だよね。供託って何、そのお金人質に取ってんのって、どうする、どういう意味があるの、何の意味があるのって思うんですよ。供託以外にもいろいろお金をかけようとする人がいるから、いけない、いらないそんなものってずっと言ってなくてなくて、すごい疲れる。考えてる人がそれでみんなが賛同してればいいことなのに、それはね、見え張ってるから。いや、あんまり見えとは関係ないのかな、そういう制度ですからね。この制度をなんとかならないかなと思ってるんです。だから思い込みをなくして、うん、まず供託金というのと、その他にかかるものっていうのが2パターンあります。供託金はもちろんなくしたり安くしたり、ドイツだって逆に支援金って上げてんだから、逆に立候補する人、立候補して負けた人に次頑張ってくださいってお金あげたりする。ドイツ逆なの、供託金は取っちゃう、ドイツあげる、そんなに大きなお金じゃないけど、ヨーロッパにも、あ、そうなんだ、見てますけど、もう全然違いますよね。気軽に立候補して、そうだね、それでみんなが違うというね、これやってあれやってオッケーみたいな感じで、そんなに嘘ついて黙って強引に押し進めるなんて意味わかんない、意味わかんない、許してはいけないなって本当ですよ。追い詰められてるのは僕だけですよ。え長く聞いてくださってありがとうございます。楽しみだな。すいません、ありがとうございます。お近くに住んでらっしゃるんですか？